先ほどあの国土交通省と海上保安庁の記者会見がありましたけどそれとかつ映像を総合いたしますとですね、うんまあ、JAL が着陸する滑走路 C 滑走路末端に海上保安庁の飛行機がいて<ー>それと接触したということが、まあうん、考えられると思います。ででじゃあなぜが客 着陸する滑走路にですね、海上保安庁の飛行機がいたかということなんですけど、基本的には滑走路にはですね、うん、1>, 1機しか入ってはいけないんですね。はい、それが、まあ、着陸する滑走路に既に気があったということは、これは、あまあ、今後のもちろん、あの、運用安全委員会の事故調査に待たなきゃいけないんですけど、現時点で考えられる可能性としてはですね、管制官からの、その、海上保安庁に対する指示が間違ったのか、あるいは、 海上保安庁のパイロットが、その聞き間違えた可能性がある、ではないかと思います。なるほど、管制塔の指示間違いか、海上保安庁による聞き間違いかっていう。原因が考えられる、はいそはい。その現時点ではですね、その可能性が一番大きいんではないかと思います。基本的にはその滑走路に二機が入っては、いけないという、中で。滑走路に、二つの飛行機が、遭遇してしまった、うん、まあ、それがあの。 このの事故の発端になったんですからそうです、ね、その管制塔というのは、まあ、空港に、まあ、航空機が安全に運航できるために地上からこうパイロットに指示を出す役割をしているかと思うんですが、はい、その指示が適切だったかっていうのは、まあ、まだ分かっていないと思うんですけど、はいはい、間違えるることもあるんですか、ね、まあ普通は間違いないですしまたあのパイロットも管制官も確認確認をしているんですけど。うん、まあ,あの 航空のシステムっていうのは非常に技術の先端で進んでるんですけど、うん、このコミュニケーションですね、管制官とパイロットのコミュニケーションに限ってはですね、うん、昔と今とほとんど変わってないですね。特に空港周辺では人間が口で喋って、うん、マイクを通して、電波を通して、耳で聞きますから、どうしてもヒューマンエラーというのがあの入りやすいということです。まあそのために、まあ、パイロットと管制官っていうのは 常に確認確認、いわゆるコンファームという、まあ、マ、まあ、グラ言葉を使ってよく確認し合ってるんですけど、まあ、今回その確認ができたかどうかっていうのは、まあ、今後のその自己調査の一つのポイントになるんではないかと思います。なるほど。ここまでこうシステムが進んでいる中で、なぜこうアナログで未だにこうやり取りをしているんでしょうか。はい、はい。あの、養上になりますと比較的余裕がありますので,ですね、はい、いわゆるまあ、 メールみたいなあのでやり取りしてるんですけど特に空港周辺になりますとですねその文字を入力してそれをまた読み取るっていうとかなり、ね、時間が取ってしまいますので、はい、そうするとやはりどうしても人間が口で話してそれを耳に聞くという、うん、それにせざるを得ないということなんですね。 なるほど、はい、スピードの方を優先してい、ね、あの航空管制というのは安全の確保とやはり円滑なその交通の流れですか、うん、それをやはりふと大きな目的がありますのでそうすると円滑な交通の特に羽田のように日本では一番、まあ、あの過密なスケジュールになった空港ですのでそういった意味でもやはり特に空港周辺には、うん いまだに、まあどの空港もそうなんですけど。人間の口で話して、それを電波に通して、耳で聞くっていう、まあこう。せざるを得なく。っていうことですね、うん。その羽田空港の離着陸機が多いという話でしたが。はいはい、実際にその一つの滑走路で。どのくらいの頻度で離着陸を行われているんでしょうか?はいはいうね。これは最低限、まあ。二音を取るっていうことになってますね。 2分, 2> 2分ですね、はい、ただし、まあ、の少し余裕がある時はもう3分4分ありますけど、まあ、多分この時間帯っていうのは昨、うん、日の事故があった時間帯っていうのは時で夕方の5時台ですのでかなりいわゆるラッシュアワーっていですかかなり過密なスケジュールになっていた可能性はあると思いますけど,なるほど、まあ、通常通りは2分ごとにその頻度高く行われているからそこがその今回の 特有の事情とは、また。まあ、こちらは関係ないですね。あの、忙しいからとか、あるいは、その頻度が多いから。っていうのは、まあ、理由にはならないんですね。はい、なるほど。その。まあ、離着陸の際。こう、こう接触、今回ありましたけれど、はい、そういった、こう、危険な状況っていうのは。あるものなんでしょうか。はい もちろんの、かなり安全のマージンは少なくなることはありますけど、やはりパイロットというのはです、ね、目であの耳で聞く、あるいは目で見て、ですね危険な状態になったら、当然回避しますので、ですね、うん、あのそれは、まあ、どの空港でも同じように、あのまあ、危険といったらですけど、やはり安全のマージンは少なくなるということは確かです。まあ、それだけにパイロットというのは、非常に管制官もそうですけど、緊張して、やはり。 集中力を発揮してですね、あの毎日の運行をしてますなるほど、その今回、あのまあ、安全上確認ができずに、はい、あの衝突、接触があったわけですけれども、旅客機が着陸態勢に入ったときに、パ、はい、イロットはコックピットから目視はできるも,ん、ね、もちろん、目視をあので、これは視界、あの気象条件もよりますですけど、 当然、あの、パイロットというのは景気を見る、それから外の景色が目視もしなぎます。特に着陸寸前には目視します。うん、で、状況が良ければですね、あの、非常にあの他の飛行機も見えますけど、今日の場合は夜ですし、場合によっては、あの、視界に入らなかった可能性はあるかと思います。うん、で、当然、視界に入って危険と感じた場合は、場合によってはパイロットは着陸をやめる。いわゆる、はい、ゴーアラウンドっていうんですけど、はい、着陸をや直すこともある。 ですけど、まあ、今回は、ま、視界に入らなかったのか、あるいは、ま、この A350 という飛行機は非常に大きな飛行機で、重い何百トンもありますし、はい、それから着陸の速度っていうのは大体新幹線と同じぐらい、2百時速百5 0キロ前後の速度ですね。それと、かつ、まあ、着、着陸寸前というのは大体1分間に200メーター前後の降下率がありますので、 あの、気がついても間に合わないっていう可能性もあります、ねうん。なるほど。一方で、海上保安庁の,あの、うん、航空機が、はい、滑走路にこう離陸前に移動していたところに、はい、接触があったということですが、はい、海上保安庁の航空機の,そのパイロットも,も気づかないっていうことはあるんでしねか結局かあの、滑走路入ったら前を見てますので、はい、前方を見てますから、後ろから来る、あの、 飛行機には視界が入らないんですねなるほど、はい、そ,うかその実際に今航空機の大きさの話がありましたけれども、はい、実際の今回の日本航空の機体と海上保安庁の航空機の機体どれくらい差があったんでしょうか大きさ。まあ今明確なあの数字をちょっと把握してないんですけど、はい、重さから言ってもあるいは。 かなり少なくとも5分の16分の1ぐらいな差があるんじゃないかと思いますあの今私あの正確な数字を把握していませんのでこの数字はあまりあの正確ではないんですけど、えー、相当なあの差があると思います。で人間で言えば 大人と赤ちゃん以上な差がありますですね。な、うんかその期待差があって接触があったとなると、はい、やはり海上保安庁の航空機はこう爆発というか大きな衝撃を受けてしまうんですね,そですね、はい。そうですね。先ほど国土交通省海上本庁の,の記者会見でも、機長がその爆発したという、そういうコメントをしておりますので、それは爆発っていうかやっぱり衝撃が大きいから爆発になったっていう感じだと思うんですね。すねいずれにしてもその あの何百トンもある飛行機がですね、250キロであの衝突しますので、まああのぶつ、ぶつけられた方については、やはり爆発したような衝撃を受けたというのは、これは当然だと思いますね。なるほど。